こんにちは。オンラインレッスン教室コンサルタントのボンドラ高橋若菜です。今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、お月謝を上げた時のクレーム対応について、今日から3日間、このことについてお話ししていきたいと思っています。お月謝のことって結構その同業者でお友達がいたとしても、ピアノの先生同士でね、お友達がいたりとかしても、なかなかね、お月謝のことで先生ご自身が悩んでいても、なかなか相談しにくい、お話だと思うんですよね。これで私自身もそうだったんですけれども、まあ、ビジネスを学ぶ場に行くまでは、まあ、ビジネスをね学ぶ場に行くと、そういうお話って、まあコンサルしてくれる講師の方にも聞けますし、そこの場に来ている方にも聞きやすいテーマではあるんですよね、お金に関することって。でもそういう学びをしていない先生で悩んでいる先生っていうのは、結構家族にもそういうことって相談、できないし、で、まあ、相談してもね、向こうもわからないじゃないですか、解決方法をね、まあ、解決方法をわかる相手だったらいいんですけれども、結構ね話しにくいテーマだと思うんですよね、お月謝のことって。で私自身、お教室をね、始めた時に、まあ、まずはね月謝の値段を設定しなくちゃいけないわけじゃないですか。で、まあ、私はビジネス、まあ、両親もね商売してお商売している方たちではないので、相談してもね、なんか今思えばちょっと変な答えだったなと思うんですけれども、だったりね、あんまりこちらに生かされない答えをもらったりだとか、あとは他のねお教室の、まあ、Google 検索で近くにあるお教室のホームページをね、たくさん見まして、でそこに載っている、月謝の値段よりも低くした値段なので、一番地域で安い教室、安ければ人は来るだろうっていう思いだったので、まずそこが大きな間違いだったんですけれども、まずはねその地域で一番、月謝が安い教室に設定して教室を開いたんですよね。で、まあ、生徒さんが来ても教室のその月謝の値段がすごく低いので、本当に数万円の収入しかならないわけなんですよ。でまあ、売り上げがねないと、やっぱり愛する活動であっても、やっぱり苦しくなるのが現実なんですね。で、それでですね、まあまあ、そこからね私もビジネスの勉強を始めたりしまして、で、まあ、講師のねプロの、その道のプロ、ビジネスでうまくいっている成功者の方たちに、コンサルをしてもらったりしまして、今までですね、4、5回月謝を実は上げています。でここまでね4、5回も上げる必要はないと思います。ですので、まあね4、5回ね私上げているので、その、都度経験したことがあるんですね。でその経験から、言えることがありますので、今日はねそのことをこちらの YouTube でシェアしていきたいなと思っています。でまずお月謝を上げた時に、こういうことってやっぱ聞かれるんですよね。今後、お月謝が上がることってあるんですかっていうふうに聞かれるんですね。でそういう時は、いえいえ今後上がることはないですよってやっぱりお約束はしないでください。で先生のこれからの経営状況だったり、もしくはね、その、まあ、大きく言うと世界経済じゃないですけれども、日本経済じゃないですけれども、その状況だって変わり得るわけですから、そのね、時代の流れとかね、そういうことで、お月謝の値段って、これ今後上がる可能性もあるわけじゃないですか。そこで、もう今後は上げませんからっていうお約束はね絶対にしないでください。でもし、今後、お月謝が上がることがありますかっていう質問が来ましたら、ぜひね、今後その運営経営状況によるっていうことをねお話ししてください。その教室のね今後の、運営経営状況によるのでお約束はできませんっていうふうに、はっきりと、言う必要があるんですね。
でもしくは、聞かれてないのにそのお月謝をあげるね、あげますよってお知らせするときに、よくね今後はあげませんのでっていうふうにおっしゃる先生がいらっしゃるんですけれども、まあ、私もコンサルをねさせていただいてて、これも絶対に言う必要がないのでしないでください。今後は、月謝を上げる予定はありません、またはね、今後は上げませんので、今回だけですのでっていう感じでは絶対にそれはねその言葉はつけないでください。このことをねぜひね気をつけていただけたらなと思います。明日もですね、このことについて、クレーム対応について、お話ししていきたいと思っていますので、明日もぜひ、楽しみにしていてください。はい、このね今日の動画がもし役に立ったっていう場合はですね、いいねボタンお願いします。またはね、感想質問がありましたらコメント欄に書いてください。そしたら嬉しく読ませさせていただきます。今ですね、メルマガにご登録していただきますと3本の無料の動画を、プレゼントしています。そして、LINE のお友達追加でも、そちらでも、オンラインレッスンにね役立つプレゼントをご用意していますのでぜひご登録ください。こちらのチャンネル登録も、もしよかったらしてくださいね。はい、ではまた明日、素敵な一日をお過ごしください。